ジョゼマヌエル・モンテーローダ・ベイガは、ポルトガル・リスボン出身の元カーボベルデ代表のサッカー選手。プロキャリアとしては、ポルトガルとスペインの2部で過ごし、イングランドでは、カブリーグの数クラブでプレーしている。ポルトガルスペイン・リスボンに生まれたベイガは、地元にある競合の SL、ベンフィカの株組織で育ったが、トップチームには1995から96シーズンに、 第 3GK として登録されたのみで出場はなかった。その後、近隣にある2部の FC アルベルガに2シーズン過ごし、スペインに渡り3部のレバンテ UD へ移籍した。加入1年目から、聖 GK を務め2部昇格に貢献し、以降3シーズンの間で、チームの2部残留に奮闘した。2001から02シーズンに、 ローンながら一部のレアルバジャドリードに加入を果たすも、公式戦の出番は訪れなかった。故郷のポルトガルへ戻り CF エストレラ・アマドーラに加入し、2003から04シーズンは、キャリア初にして唯一となるスーペルリーガトップリーグを経験するモチームは18位と、最下位に終わった。その後、2部の SC、オリャネンセに移籍した。イングランド・イングランドのウォルソウル FC と、 ベリー FC で訓練した後、2006から07のプレシーズン中にタムワース FC のトライアルに参加。労働許可証が発行されるのをしばらく待ち、2006年11月11日にマーク・クーパー監督率いるゴブのチームと契約した。同シーズンにクラブは降格するも、2007年7月10日に1年間の契約延長に合意したものの、 翌年の3月14日にトレーニング中に肩を脱臼したことで、シーズンのほとんどを欠場することを余儀なくされたため、ガリー・ミルズ監督の構想外となり2007から08、シーズン終了後に対談が決定した。2008年12月26日、GK に欠員が出た際に緊急時の補強が認められる非契約条件に基づき、3部のヘレフォード・ユナイテッド FC に加入。 トレンメア・ローバーズ FC 戦で出場はなかったが、ベンチ入りをし、2009年4月4日のハートリプール、ユナイテッド FC 戦でデビューしたが、アウェーで2から4と敗れた。2009年8月4日にマクルズフィールドタウン、FC と1年契約を結ぶと、最終節に0から0で、クリーンシートを達成した、リンカーンシティ FC 戦を含めリーグ戦5試合に出場し、 FA カップのミルトン・キーンズ・ドンズ FC 戦でもプレーした。その後、活躍が認められ1年契約を延長し、2011年5月に再び1年延長。それから1年後にチームが降格したこともあり契約満了に伴い、退団した。2012年8月17日、ハローゲートタウン FC に加入した。2004年からカーボベルデ代表としてプレーしていたが、 2007年3月にコーチ陣と仲違いしたことでアフリカネーションズカップ2008予選のアルジェリア戦のメンバーから外されエルネスト・ダコンセ・ソン・ソアレスが選ばれた。しかし6月16日に同大会のガンビア戦で呼び戻された。以降は出場がなかったが2010年5月後期に 2010FIFA ワールドカップに向け準備をしていたポルトガルとの 親善試合に招集され、フィファランク170位のチームとしては0から0の引き分けと歴史的な快挙を、ベイガは、ベンチで体験した。ホゼ・フライズ・イン・ツー・サイン、アディオス・ホゼ、ハートルプル4から2ヘレフォード、シルックマン・サイン・キーパー、ウェッジ・ベリー、ベイガヒュー・イット・サイン・ニュー・マクレス・フィールド・ディールズ、マクレス・フィールド・タウン・リリース21プレイヤーズ、 フォローイングレラゲーションハロゲートサインホゼベイガ、アンドポールバランドポルトガルヘルド20から0、ドローバイケープベルデ。ありがとうございます。